頑張って僕の味を再現してくれた。まあ、うまい。さあ、リュウジのおじさん、リュウジです。ということでですね、今回はですね、なんと皆様に重大なご報告があるんですよ。どういうことかっていうとね、なんとサムネで皆さんに大事な報告がありますみたいなあれです。はい、いう感じで、私料理研究家リュウジが世界一札幌市場大好きな料理研究家だと言っているんですけども、今回ですね、びっくりですよ、これ札幌一番の醤油味ガーリックバター油そば、ごま味醤油混ぜそば、辛口オイスター味、まあ結構長いんですけども、ここに僕いるんですけども、そんな感じでやっちゃいました。グイグイグイ。ということで、札幌一番さんとコラボしてこの動画作れって言われてないんですけども、僕があまりにも宣伝したかったので、僕勝手にやってます、公式でもね、それだけでは触らない思いっていうのが皆さんにあると思いますね。どうですかね、あると思うんですよ、あると思います。今回ですね、この2つを使って何かを作るんじゃなくて、普通に食べます。リュウジのバズレシピ。はい、それでは作っていきたいと思います。まずね、ガーリックバター油そばでございます。で、ここにね、たっぷりのお湯沸かすんですよ。まあ、500cc ぐらいかな。もうほんと札幌ジーバンさんね、大変申し訳ないですよ。なぜかというと、もうほんとになぜかと思うんですよ、僕は。この、袋開けていただいて、もうね、麺はね、ぬれちゃう。はい、こうやってね、そこでスープを、ね、盛ります。そう、これはね、僕元レシピを札幌一番のに送ってちょっとやっていただいたんですけども、これはね、ほんとに美味しい。このね、札幌一番の醤油味を原型にしてるんですけど、ないこのね、この調味油、これがうまいのよ。3分茹でていきます。あと1分ぐらいかな。これいいので、これじゃあざるにあげて、この前にね、これ茹で汁、大さじ1杯取って、器に入れます。これでね、ちょっとね、溶かして、スープを作ってください、これ。茹だったラーメンを、入れていきます。で、軽く水気を切って、この器に入れます。じゃあこれね、ちょっとね、器に入れたんで、これはちょっとこう混ぜていきます。これね、卵黄だけのせるんですね。そしてここにネギを、ネギパラ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 。じゃあこれでガーリックバター油そばの完成です。はい、ということで、続いていただきます。はい、じゃあ札幌一番さんもめちゃめちゃ頑張って僕の味を再現してくれた。札幌一番さんと僕の愛の結晶いただきます。いや、これね、結構インスタント系のラーメンはかなり食べてきたんですけど、多分ね、油そば部門で行くと一番うまいです。うん、ガーリックとバターの香りがかなり再現されてる。粉末スープと調味油だけで再現するのって結構難しいんです。なんですけどね、今回札幌一番のめっちゃいい感じに再現していただきました。そして味変カンジネーション、タバスコです。いつもタバスコだけど、タバスコだったよ。うまっ。俺これ絶対食ってほしい。この顔見るよ、肉たらしいですよこれ。次
美味しさでまずいきますから。今回はこのままでものすごく美味しいんですけども、もっと美味しくすられ方っていうのはこのニラとピーグと合わせるというのがすごく美味しいんですね。だからこれはねちょっとやっていきたいと思います。ニラはね半玉ぐらい、3、3、3ぐらいです。 OK ということで油を入れていきます。まあ、ちょっとね、で豚ひき肉なくてもいいです。キャベツとかでも全然いいんだけど、お好みの野菜入れていただいてもいいんだけど、で軽く炒めて、で軽く炒める。でここにね、輪切りの唐辛子一つずつね、美味しいの。そうこんな感じですよ。ニラがシャキッとするぐらいで火を止めとこう。塩コショウ軽くね。なぜかというと、札幌一番のごま醤油わずそばがめっちゃうめえから、こいつをすべてこの茹でていきます。これ茹でてる間にスープの準備します。丼に下味スープ、これ入れます。この調味液も入れちゃいます。ここに茹で汁大さじ10を入れちゃう。で混ぜとく。でこうやってスープを作っていこうな。でこのラーメンはもう出来上がるんで、こいつはザルにあげます。はっ、よーく湯切りした麺を入れます。これ札幌一番のねごま味のねこの味がいい感じに整えてですね、塩コショウで炒めたこのニラとひき肉をちょっと入れてしまう。最後のね、これいつも忘れがちなんだけど、この切りごま上にからかける。これやということで、札幌島ごま醤油辛口オイスターまずそ完成です。じゃあいただきたいと思います。いただきます。もう、ハイボール何やんけ。すいません、これもう本当に企業さんとやってるんだけど、企業案件ではないんだ。このニラたっぷりの、ニラとひき肉たっぷりの、はい、いただきます。あーうまい。マジでね、このタレがマジうまいね。もうこれはね、締めではね、つまみでございます。よしですね、ここで味変換をしてるでしょ。これラー油ですね。ごまの風味のあるこのラー油です。うん、これよ。こっちもめっちゃうまい。タマランチ会長だよ。でもね、俺分かった。札幌一番さんとコラボして精進飯というガーリックバター味は万人受けです。で、ね、辛口美味しさまずそばは酒飲み受け。これ正直に言います、どっちも買ってくれとは言います。普通にうまい。ガーリックバター油とごま味醤油まずそば、ぜひ皆さん試してください。なんだっけ、俺札幌一番、札幌一番じゃなくて俺なんだっけ、リュウジ。そうリュウジはなんだっけ、料理研究家。そう、カモンベイビーカモンベイビーアメリカ。